高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンと食っちゃね食っちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんで、ダラダラしたいですけどね。